ダンサーから見たら、こういう風に撮らない方が美味しいんですよね。うわー、玄人だわーって。皆さんこんにちは、かりんです。本日はですね、こちら。前回に引き続き、三浦大知さんの解説をしていきたいと思います。本日取り上げる曲は、能動でございます。ダンスがですね、とにかくすごい三浦さんっていうもうイメージがあると思うんですけども、どこがどういう風にすごいのかっていうのを、なかなか解説している方いらっしゃらないかなと思いますので、今回、どこよりも細かく、どこよりもわかりやすく解説していきたいと思います。気になったところだったり、おーすごいなっていうポイントでですね、私が動画をストップして、私が踊って解説をしていきますので、ぜひとも最後までお楽しみください。ということで、解説スタート。さあ、始めました。はい、OK です。まずここ。最初はぼーっと動かないままポージングで止まっていますよね。はい。で、ここにもですね、一応どういう風に見せたいかっていうところがですね、試されるんですよね。例えば今回の三浦さんみたいに、音が鳴っているんだけど、まだ動かない、まだ動かない。ここからちょっと。ずっと動き出すっていう風にすることで、こうね、気持ちのこうぐーっとこう上がり幅がですね、すごくぐわーっと大きく見せることができますし、逆に音が鳴ってすぐ、うん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 って撮ることで、ちょっとこうね、あ、もう乗ってきてるんだな、今から始まるんだなっていうのをですね、見ている側に伝えることもできます。なので、このスタートの仕方っていうのもですね、結構見ていて面白い部分なんですよね、続き。はい。あー、ストップ。もう、ここ。てけて、てけて、てけて、て、ドン。ここですよ。肩でですね、ガン。1、2、3、ガンっていう風に、右と左、両方とも体重移動をしながらアクセントを取っていました。はい。で、この肩なんですけども、肩でですね、ガンって当てる時っていうのは、特に体全体に力をうんって入れる必要はなくて、この肩の前の部分、この骨が出っ張ってる部分、ここをですね、前に当てる。当てる。当てる。このイメージ。これをですね、トン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 ってちょっとずつ小さくしていくんですよね。で、当たる時の瞬間の力を早めて、戻すのを早く。戻すのを早く。はい。することで、カン、1、2、3、カンっていう風に動くことができます。ちょっと戻してもう一回。ドン。これね。はい。あー。今のところですね、音を鳴らそう。パン!トゥントゥルルンっていう風に足がですね、ヒューってちょっと体重移動したと思うんですけども、そこもう一回見てくださいね。はい。ここから、パン!はい。これ、一回だけですね、つま先とかかとでグッっていう風にサイドスライドを使っているんですよね。サイドスライドっていうのは、右か左、どっちでもいいんですけども、まずはつま先に重心を置きます。その後、かかとをつくんですけど、その時に反対の足をグッと。はい。横にずらすようなイメージですね。ずらしていない方の足をですね、次、つま先からこう向きを変えて持ってくる感じ。これをつま先、ずらす、つま先から持ってくる。はい。こんなイメージ。これをシューっていう風に行います。では続き。はい。あー、ここですね。音取ってますね。3歩。自由で3歩取ってます。すごいね。はい。ここ。はい、OK、ストップです。タラタラタラタタタ。はい、この動きなんですけども、特にものすごい難しいことはやってないんですけども、足を空中でキープさせておく力は必要になってきます。なので、ジャンプをするときに、両足でヒャーってジャンプするんじゃなくて、片足でジャンプをして、はい。で、上がってる瞬間に、つけに行く。はい、こんな感じです。なので、脚力が結構大事ですね。こういうのって、なんか体幹がすげーとかすごい言われるんですけど、それ体幹じゃありません。はい。脚力とバランス、あとキープ力の問題なので、はい、そこら辺お間違いなく。次。はい、ナイス音はめ。えい、えい、えい、えい。はい。そんな時まで。はい、ここら辺ですよね。いろんなダンサーさんとかアーティストさんがいるんですけど、その時まで6個あるじゃないですか、言葉が。なので、この6個で、そんな時まで。
とかって全部取る人もいれば、今回の三浦さんみたいにそんな時までって何にも取らないです、何にも取りません、そのまま待ってますっていう人もいるんですよ。いろんな取り方があるんですけども、ダンサーから見たらこういう風に取らない方が美味しいんですよね。うわー、玄人だわーって思いながら、もう一回、はい、なあ、いいね。ここもね、えい、えい。はい、ストップです。ここも激しく、動け、動けっていう風に取らないんだなっていうのが、またまた玄人っぽいなと思います。ここ、1、2、3、4、1、2、3、4っていう風に、つま先かかと、つま先かかと、戻します。反対、つま先かかと、みたいな感じで、ずっとこう、一個ずつ動いてるんですけども、このね、上半身がね、死んでないので、あそこまでかっこよくいけるんですよね。肩とかをちょっと使いながら、たかた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 、で、ちょっと前かがみになりながら、こう、振るんですよね。左右にこう振っていくんですよね。そう、そうすることで、グルーブといって深みが動きに出てくるので、こう、ちょっと踊ってるだけなんだけど、なんかあの人かっこいいっていう風になるんですよね。はい。ね、こういうの面白いですよね。えい。はい、こういう部分ですよ。ちょっと止めよう。OK。はい。こういう、てってってっていう、こういう乗ってる部分あるじゃないですか。こういうところって実は、ま、まったく力入れてないんですよ。はい。超大事なので食べました。はい。力が入ってない。脱力したままリズム取ってるってどこでわかるかというと、手に力が入っているか入っていないか、そして肩が上がってるか上がってないか、この二つだけ見ればわかるんですよね。ちょっと見ていきましょう。はい。手パーですよね、三浦さん。ね？握ってないでしょ？はい。この部分からもう脱力しきってやってるよっていうのがわかるんですよ。ダンスって力を抜いているように見せるとか力を入れているように見せるっていうのってなかなかダンス私18年ぐらいやってるんですけど難しいものです。なのでどっちか言うとそのように見せるんじゃなくて脱力する。力を入れる。こっちの方がですね、踊ってる側の迫力だったりとか強弱っていうのがよりしっかり伝わるんですよね。なので、脱力しているように見せる、力を入れているように見せるだとまだまだなんですよね。一つのパフォーマンスの中で脱力とガッとパワーを込める、この二つを両極端に使い分けられる方がとってもレベルが高いんです。次。てってて。えい。えい。そう、ここも取らないんだよね。こういうとこがね、美味しいのよ。いやー、ナイス。ずーっと音取り。ふん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 。ふん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 。えい。ここはちょっとパワー入ってますね。ここは入ってない。この後来るんじゃない ?5、6、7! いやー。はい。はい、お疲れ様でした。最後にワンポイントダンスレクチャーをして終わりたいと思います。今日取り上げますのは、サイドスライドでございます。三浦さんのパフォーマンスの中で結構ね、入ってる動きなんですよね。今日もありましたし、前回お届けしましたピクセルエディットワールドの中でもちょこっとだけね、これ入ってたんですよ。はい。ということで、まず皆さん、右でも左でもいいので、つま先を
ちょっと重心グーッとかけます。その後あんまり最初からたくさん足を開いてたらこうね移動する分がなくなってしまいますので、かかとをつけたと同時に横にずらす。はい、そしたらかかとでコントロールします。つま先をね、こうで、つま先を進行方向に向けたらシューッとスライド。もう一回です。つま先かかとつけてずらす、でつま先を寄せる。はい、この動きを2回連続です。せーの、はい、1、2、2、はい、という風になります。で、上級者になると1、2、いろんな風にこう使うことができます。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、三浦大知さんの能動のダンスの解説させていただきました。とにかくダンスが上手なアーティストさんといえばというところで三浦さん入ってくるかなと思うので、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。三浦大知さんの他にも新しい学校のリーダーズさんや XG さんの踊ってみた、そして最近流行っていますマーゼルさんなど、いろいろなアーティストさんを解説しておりますので、気になる方はチャンネル登録、そして他の動画もご覧ください。現在チャンネル登録2万人目指しております。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバーイ。